間に関しては少しやっぱり残業が伸びてもあんまり疲れを感じないので、うん、まあちょっと残業もできるようにはなりました、うん、集中力はといつもよりは少し伸びた気はします。なんかその目の疲れとかその負担っていうのはどのような変化がありましたか？日頃のコンタクトレンズをしているのでやっぱ目が少し乾いたりとか疲れるんですけど、やっぱ手元が明るかったりすると、あとスクリーンが明るかったりすると目の疲れが軽減されました。いつもよりモニター見る時間の方が長いです。ただ他の人よりかは書類を書いたりする作業が多いので、やっぱり結構近くで見ちゃったりするんですけど、そういう時にやっぱ明るいとすごいなんかそんなに使う前はやっぱちょっと近くで見ちゃうんですけど、明るいとちょっと離してもう作業できるようになったので。わかりますよ。教えていただきたいです。おすすめのポイントはやっぱ目の疲れを感じない。でやっぱコンタクトレンズしてる方は結構ドライアイとかになりやすいので、結構私は刺さないんですけど目薬刺したりすると思うんですけど、まああんまり目が疲れないので目の疲れを感じないことと、作業をしやすい、効率が上がります、うん、なんか手元が明るくなることによって作業の効率が上がるように感じたので、そこがおすすめ。使ってないところから使いました、うん、で効果がどうかっていうよりも使ってたのをやめました。今ちょうどやめてる期間なんですよ、はい、今週は意識的にその先週まで使ってたんですけど、今週は使わないでし、同じ仕事をしてる、見てるところなんですけど、確かにその目の疲労度合いっていうの違うかなっていう印象はありますね。午前中はいいんですけど、午後になってくるとだんだんその眼底疲労というか目も疲れてきますので、そこで一番効果が現れるかなと。しょぼしょぼしてきたりしますね、ちっちゃい銃ずっと見てたりすると。それが使う前、使ってる時と、まあ、今週使ってませんっていう状態だとやっぱり若干違う。目の疲労をに比例してやっぱりこう目が疲労するとそっちに意識が飛んでいくので、それに伴って集中力もどんどん衰えていきますよね。ただストレスが違うのかな、正確に言うと、はい、違和感は全然ないですね、はい、ただそんなに場所を取るものではないので、至ってそれこそ仕事に支障をきたすような大きさだったりすると、それこそ本末転倒じゃないですか、うんうん、なので非常にシンプルでかつそのコンパクトに作られているので全く違和感はない。それは要は残業が増えちゃった減っちゃったっていうよりも長い時間仕事できるようにはなったと思うんですよ。ここまで終わったら今日は終わるっていうような仕事の仕方をしているので、目がやっぱり疲れないじゃないですか。なのでそのストレスフリーになっているので、ここまでやろうと思ったけどもうちょっとはできるかなと、この先までできるかなっていう意味では残業が長くなってるんじゃないかなと思うんですね。おしゃべりを取るやっぱり目の疲労に対するやっぱり軽減でしょうね。それが一番そうですね、はい、効果的だった、はい、僕なんかまだ視力がいい方なんでいいんですけど、目の悪い人とかやっぱりコンタクトしている人、眼鏡している人でやっぱりこう疲労度合いも、ね、全然違うと思うんですよ。中には頭痛、引き起こしたりとか、あとは肩こり引き起こしたりとか、目が原因で、そういう方もいらっしゃると思うので、目に優しいっていうのは多分一番の僕はおすすめポイントだと思います。写真とかで例えば iMac とか Mac のグレア液晶があるじゃないですか、光り方によってあれだと蛍光灯がもろ映ってダメなんですけど、オーバーでやると気に付かしてるので上の蛍光灯が映らなくて、まあ、その場合はすごくやりやすかったかなっていう、最初に来たらまず別でつけるんですよ、ところが始まるので、まあ、つけるのが習慣になってるんですけど、効率はね、やっぱり
自分は暖色を使ってるんですけど、目に優しいから、まあ、読み物っていうか資料とかの目通すにはいいかなっていう、うん、まあ、あの目の疲れが和らぐっていうのはね結構あったかなと。このこう紙見ながらこうモニターチェックするから両方見るんですよ、まあ、その時にやっぱり、うん、こっちの手元の紙も照らせるから、それはそれでディスプレイだけじゃなくてね、こう元々ね自分は暗めが好きなんですよ。だからこういうのちょっと明るすぎみたいな感じなんで、本当はもう少し暗い環境の中で、まあ、スクリーンバッグ、ね、あの使えるといいのかなと思いますけど、なんでどっちかっていうとね、暗いところの時につけて使うのが好きになりますか。やっぱり落ち着けるので、うちはね自分の家も全部あの暖色系のライトに全部変えたので、ぐらい暖色が好きなので落ち着くんですよね。ちょっとクリエイティブなことをやるにもやっぱ全然この暖色の効果ってのあると思うんですよ、うん、まあ、みんな使うと、今全員使ってるわけじゃないから、もう全員使ったらもうなんかいいなって気はしますけど、ね、オフィスで使っても違和感、うん、全然ないですね。使ってることによってだから周りから見ても、うん、あのいわゆる改善しようとしてるんだなと、この作業環境ね、うん、そういうなんか風には見えるじゃないですか、うん、だから仕事ももっと効率化したいとか、そういう、まあ、気持ちがあるよっていうのが周りに伝わると思うんで、そういう効果もあるんじゃないですかね、きっとね、うんうん。